街に誰もいなくなってしまって、何が原因なのかもわからない。この先、僕はどうしたらいいんだろう。こんな時だからこそ、一人きりじゃなくてよかったとは思う。でも、あの旅人は何者なんだ？マイペースすぎて調子が狂うけど、一応僕の希望を聞いてくれるみたいだし、多分、いい人なんだろうな。え？何？暗い顔してるように見える？そんなことないって、少し眠ったから今元気いっぱいさ。旅人さんは僕のことを疑ったりしないんだね。そんなのは当たり前なのかな。うん、聞いてみただけだよ。物心ついた頃から不思議な力があったせいで、町のみんなから気味悪がられていた。僕を恐怖の目で見るみんなが大嫌いだった。だから、みんな消えてしまえって強く願ったら、本当にいなくなってしまうなんて。旅人さんのおかげで思い出せた。目が覚めたよ。僕が望んだ世界だけど、誰もいない街は、やっぱり寂しいね。正直、今も不安でいっぱいだよ。元の世界でうまくいくかなんてわからないし。けど、みんなを憎むだけじゃなくて、ちゃんと向き合いたい。今度はみんなと夢を叶えたいんだ。あんたも応援してくれるよね？